はい、皆さんこんにちは。元軍人ヨッシーです。スケッテの実況を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、チンコじゃない、コンチを助けたやつが寝てるコンチ見つけて、じゃあ脱出しようってことで脱出します。大丈夫かな。脱出怖いね。怖いんだよ。ああ、うんこー。じゃあ、ふむこー。脱出します。あ、なんだこれ。TDN アーマーを入手した。これ何に使うの？何これ？携帯じゃない。ああ、使えない。使えない。とりあえずどうすんの？脱出すればいいの？脱出。追ってこないよね。大丈夫だよね。死体のやつ。これ追ってこないよ。大丈夫だよね。あー、っていうか死んじゃったんだよね、クモコ。クモコの血。あと、佐野ここら辺で殺されて、あ、そう。これが佐野の血。かわいそうに、佐野。とりあえず、逃げましょうかね。はい。てか、逃げられんのかな、これ。これでいいの？終わり？警察行った？おい、警察行ったか？あ、なんだ、こんちか。マリちゃんまた空を見てるの？うん、今日も綺麗だったから。私が？空が。マリちゃん一緒に帰ろうよ。いいけど。あそこの廃墟には行かないから。分かってるよ。私もあんなところに二度と行かない。はあ、そうだな、それがいい。空見るのってそんなに楽しいの？うん、なんか心が洗われっていうか、そんな感じがするよ。ふーん。あれ？これ何？このハッピーエンドみたいのがあってるけどさ。なんかいい感じで終わってますけど、いいのこれ？警察には届けてないの？おいー、そうだよ、佐野とクモコ、うんこ、おい、なんかいい感じでこいつら2人脱出していくの。こいつら死んでますからね。警察連絡しろし。おい、大丈夫か？佐野ー、佐野ー。てか連絡したの？終わっちゃってるよ、本当に。でももう一つ死体もあったしね、なんか胴体みたいなのっていう死体があったし、佐野死んでるし、クモコも死んでるし、お前ら殺されそうになったし、あの犯人よくわかんないままどっか行っちゃったし、なんかシャッターでね。ダメでしょ。いいのかこれは？マジでなんかこんな面白い感じで終わってるけど、いいの？マジで大事なんこれ？いや、続きあるでしょ、きっとあるでしょ、多分。びっくりした。このゲームは無料でゲームが作れるフリーソフト OFFRPG エディターを使って作りました。 RPG などのゲーム作りに興味のある方はぜひ使用してみてください。 RPG だけでこういった謎解きゲームなどを作ることにも役立ちます。以上。終わり？マジで？マジで終わっちゃったこれ？犯人わからないまま終わったね。予想外だね。まあまあ無事にでもね、コンチ助けたし、まあ2人無事に高校生活に戻ったからね。まあこれはめでたしめでたしで終わりだねってことじゃないだろう。2人死んどるから。はい。ということでまさかのオチでしたけど、はい。まあ実況は無事に終わったんで、でも脅かし要素がすごかったね。急にうーって出てくるから、はい。そういうところをまあ除けばまあ楽しかったです。はい。ところどころなんかボケがあったりしてね。まあそこであちょっと癒される、安心するってなったんで、まあいい感じかな。はい。なんでぜひ興味ある方はぜひフリーソフトなんでダウンロードしてやってみてください。ということで、スケッタの実況を終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また、別のゲームやっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。ということで皆さん、バイバイ、ザイチェーン。